ですから、こう、で、この SRE の活性を調べるためには、レポーターの上流にプロモーターを置いておいて、タータボックスをここで、まあ、供給しておいて、そのさらに上流に SRE というのを置いておくと。こういうレポーター遺伝子を作ります。レポーター諸君で、またこれ、遺伝子導入で2つのシェアリに分けたセルにそれぞれこのレポーター遺伝子を入れて、片一方は FBS で培養する、コルセルありで培養する、もう一方はコルセルなしで培養して、その後1日ぐらい置いておいてレポーター数をするという実験をするわけです。でここでレポーター数をして測定したら、例えばここでは10という活性が出て、LDP で培養したら100という高素化数が出るとしたら、これは10倍増えた、10倍の転写誘導活性があったという判断をする。まあ、で普通ならグラフ処理するときにはこんな風にして、こうコレステロールがマイナスだと、あ、プラスだと、10でマイナスすると100になった、10倍増えたという形にするんですけど、これだと2行必要になってくるんで、この場合はこのデータでは小スペースのために、こんな速報移動して、これを横に移動して、この大きなカラムの中に入れ込んでいるというようなやり方をして、これでもプラスだったらこの 色で分けてますんで、この10だったのが100になって10倍誘導された。それがここの一番左に出てきます。ワイルドタイプと書いてあれば、その SRE そのまんま、そのまんまのプロモーター中にあるその SRE を取り出してきて、そのまんま入れたらこんな風になったと。ここの今、ここの黒がコレステロールプラスであると。クロステロールと10という値が出たと。で、コレステロールマイナスすると100までいった。から10倍増えていったという、そういう表記にしています。小スペース、スペースをちょっと、削減するためのテクニックですけど、じゃあ次は1塩基レベルでっていうことですね。1塩基レベル一番左はワイルドタイプですが、これは横に書いてるこの配列そのまんまです。ワイルドタイプという意味は、この真上に書いてあるここのところの配列をここに入れたら、ここに入れたら10倍転写誘導が見られたというふうに読み取ります。この配列、ここの A からここ最後の A までを入れたらそうです。次は1塩基レベルというのは、その1個ずつ変えていきます。ここの一番左だと、このこんだけの DNA の中に一番最初の5出しが A だけを T に変えています。他は一緒。2番目は A だけを T に変えて他は一緒という、ここの下の矢印かというその1塩基だけを変えて、他はワイルドタイプと全く同じという DNA を作ってこの中に入れています。これは DNA 合成できるんで、これなんか簡単です。自分で DNA 作る必要ないので、こういう塩基配列のものを作ってくださいと言ったら、頼んだらやってくるんで、こう入れるだけです。そうするとどうなるか、その例えば2番目の A を T に変えてもほとんど変わってませんよね。10だったものがほぼ 95g だったと。だからちゃんと誘導あるから、この A は重要じゃない、認識されてないということになるんですね。ところがここの辺のさっき言った CAC のところ、そうする、 C を A に変えたら全く増えてるんですよね。10というところは
コレステロール、プラスの時の10はあまり変わらないんだけど、コレステロールマイナスでも白で上にもほとんど上がってない。ということは、この C はとても重要である。トランス因子が認識するためには、この C、ここが C であることが重要である。この C が A に変わったら、トランス因子は認識できないということになる。だから、この 白のところが上に行かないものほど、トランス因子の認識に重要であるという結論であって、この四角で囲んであるところが非常に重要だという転写活性に重要だということになる。ただし、ここの真ん中の C に関してはほとんど影響ないですね。だから真ん中の C に関しては影響ないんだけど、この CAC、CAC というダイレクトリピートを中心にした配列がこの SRE の活性には重要であるという結論が出ます。でこれで転写活性が分かりました。ここの1,2,3,4,5,6,7,8,9 個の塩基がとても重要だということが分かったので、次は結合活性を調べるのは再びデルシフトですよね。デルシフトはありました。でこれ核中性ではできなかったんで、いくつか何かの、イオン交換クロマトグラフィーをやったりとか何かやって、少しタンパク量を減らしたものでやってみます。そうするとだから、まずここに見てるのは一番下のワイルドタイプ、この配列を放射線標識して生成した核群と混ぜました。そうするとここにバンドがシフトしてですよ、ね、ここにここの Y タイプ、この配列そのまんまを標識して生成した核群と混ぜると、ここにシフトしたバンドが出てきましたですね。2番目はここだけ A を T に変えたプローブを作って、この同じタンパク質、同じ生成した核群と混ぜました。ここも2番目の A をだけを T に変えたプローブを作って放射線標識して同じタンパクと混ぜる、同じ、そう、ここにバンドが出ました。でやってみると、上の放射線の活性と放射線の転写活性と一致してませんか。ここでこう白が上に行かなかったところではこのバンド薄いですよね。ここで上に転写活性を示さないような DNA 配列に対してはこのタンパクはあまり結合してませんよね。この辺いいですか。ただしここはこの C を G に変えても転写活性には影響なくて、このタンパク結合にも影響ないですよね。転写活性があるものにはちゃんと結合できるわけです。転写活性がないものにはほとんど結合できないということになってますね。相関している、相関って言っていいですか。これで転写活性とタンパク結合が相関している、一塩基レベルで相関してますよね。転写活性があるものにはちゃんと結合できる、転写活性がないものにはほとんど結合しないというちゃんと相関があるので、これだと、これが本物だと思っていいですよね。ここまで出たら、これが出なかったとしたら、あ、ちょっと怪しいかなと思いますよね。こっちがちゃんと活性があるのに、こっちが全然出なかったとしたら、いや、これなんか似てるけどちょっと違うんじゃないのという疑念が出ますけど、ここまできれいに、ここはなくて、ここはなくて、ここはちゃんとあるというまで出てるから、これは1塩基レベルで正しく相関してますよね。いいですか。そう考えていいですよね。これだったら自信持っていけませんか。これならこれを生成していこう、この結合活性を示すタンパクを生成していこうということになるので、調べたらしたと、1塩基レベルで相関したということが分かったので、じゃあこれを生成しようですか。で、じゃあ生成します。これ、この時に生成のやり方もこの前の計算ソフトでやりましたよね。いろんなカラムクロマトグラフィーをやるというので、ここには
ヌクレアエクスラクト、核中性、ね、核中性器の、だからこれを生成するんだから、細胞を LDP で培養して、これそれを枯渇応答が活発な状態にしやっていく。で、細胞を取っていって、これが壮絶な生成表なんですよ。よくやったな、こんなのよくやったなと思うんですけど、これはさっきゲルシフトでさえなかなか難航したものなんで、もともとめっちゃ少ないものを生成するっていうのはものすごい至難のもので、これ何人もやらせたんでしょうけど、結局やったのはワンっていう中国から来た留学生、大学院生がやり遂げた。でやり遂げてクローニングまで行くんですけど、7年かかった。来る日も設定をして凍えながら、当時の中国なんか帰っても小平の時代だったんで、そんなサイエンスなんかできるようになるから、優秀なやつはどんどんアメリカに流れていって、ここで一旗あげるんだ、アメリカでちゃんと生き残って研究者になるんだっていう、そのハングリー精神がすごかったんで、本当にやってやり遂げたということで、この、S p セファロスか、詳しくは言いませんけど、これイオン交換クロマトグリです。これは DAE と言ったのと同じようなイオン交換の樹脂をやっています。で、交換樹脂かけるとちょっとボリュームが広がったりするときに、アンモニウムサルフェットって硫化って日本語で訳すんですよ。硫化アンモニウムですよね。硫化アンモニウム、硫化アンモニウムを日本では硫化って言いますが、これをある程度何十パーセントの濃度に加えると、タンパクが、タンパク質を変性させる、これは割とマイルドな条件なんで、変性させる範囲でそのまま沈殿させて濃縮することができると。それ SP セファロスというイオン交換をやった後、硫化沈殿で濃縮した後、スーパーデックスというのはこのゲルロ化というやつで大きさが分けるんです。タンパク質の大きさによって基づいて分離するという。その後は DNA アフィニティですね。今度は DNA にくっつかどうかってやるんで、この場合まずはミュータントでくっつかないもので通した後、くっつくもので取るとか、まあ、そういうことをやってますけど、DNA に対する親和性を使って生成していくというのはこれもやりましたよね。計算素と一緒です。まずはこのミュータントで、SRE として機能しないものをからも作って、この場合は素通りしてしまう。で次にはちゃんとくっつく SIE の活性があるものをつけておいて、今度はくっつく。で次また素通りさせる、くっつく、また4回操作をして、という DNA アフィニティクロマトを4回繰り返していく。そういう、でこの生成を見て驚愕的なのは、スタートは細胞どんだけやったかって書いてあると、ここに500リッター、500リッターのヒーラー細胞という癌細胞ですね。癌細胞を500リッター培養して、ずーっとこの操作をずーっと頑張ってやって、細胞取れたのは 0.004 ミリグラム、4マイクログラム取れたという、そういう話です。これは低酸素糖に抗体作るために2ミリグラム調整するには3トン培養せなあかんって言って、そんなにグラム書くとのベースできんでしょうと言ったけど、ほぼトンに近いレベルがここにあるんですよね。ただこれは培養するのはテクニシャンという流通サイドのおばちゃんがいますから、そのおばちゃんたちがせっせっせっせとローラーボトルというのでどんどん培養して、ほら来たやれと言ってこう、ま、回してくれるんでしょうけど、まあとにかく500リッター分が1回で、これ1回でできるわけになるから、何回の中を10回ぐらいでないのっていう、それを7年かけてやってきたという話ですね。そうするとリッターから
の培養液から4マイクログラム取れました。で、前とあの計算操作できるのにどれぐらい切れるかというのはゲル電気エドにかけるんですよね。でここにはさ、もう一回あのゲルシフトをやる。今度は上は軽く分割したやつでやってますけど、ここは最終的に生成してきたもので同じように1塩基レベルで合ってるかどうかを調べてる。これ上と同じパターン、同じになってるの分かりますよね。大事と、これのパターンが、これはまだ軽く生成しただけの、まあ、いろんな汚いものが入っている段階ですと、それとここの最初にきれいになったところとは同じゲルシフトパターンですね。大事な SR 活性があるないものにはほとんど結合しないけども、 SR 活性があるものにはちゃんと結合する。上と同じ性質を示すものが、上と同じ特異性を持っているものがちゃんと生成されてきたという、これ証明です。上とパターンも一緒ですよね。このパターン、特にこの真ん中の C が G に変えても影響ないというのが、ちゃんとこの生成してきたものに関してもちゃんと C を G に変えても影響ないと、これ同じことができるんですよね。左右は影響されています。で、生成 S ページだけで染色するとこの辺にバンドが見えるんですね。3本ぐらいバンドがですね、この辺に大体68キロダウトンぐらい、68キロダウトンぐらいのバンドが見えてきました。3本ぐらいあるんですよね。で、今だったら、皆さんの時代だったらこれから質量分析でもう何かすぐ分かるんですけど、当時はまだこれ90年代の話なので、ゲノムプロジェクトも終わってませんから、これをアミノ酸配列を決めるという、当時だったらアミノ酸配列をちゃんと作ってプローブを作ってライブラリをスクリーニングすると。当時はこういうやり方をしないとしょうがないです。だから7年かかったのも、このアミノ配列を決めるところまで行くのに7年かかる。もうある程度生成できるのは、例えば見たことあっても、アミノ酸配列が決まるっていうのは結構大変ですから、かなり純度が良くなるみたい。前やりましたね。こう、こうアミノ酸ずっと決まっていて、これ当時やったら、あの機械はできていましたけど、エドマン分解。エドマン分解というのをかけて、一番 N 末端のアミノ酸を有利して、一番 N 末端のアミノ酸を有利して HPLC にかけて、これは何だと、メチオニンだとかロイシンだとかで決めていくわけですね。次にまた 2番目のエドマン分解をかけて、2番目を有利させてやって、次何か決めるという作業をしていったんですけど、これはやっぱり 90% 以上の純度がなかったらこんなことできませんよね。もし 50% の順番で、これとこんな 50% の別のものが混じってたら、1回目のエドマン分解でこれもこれも出てきますから、2つ出てきたら どれが本物かわからないし、次また出てきたら、また2つ出てきたら 2×2 の4通りアミノ酸配列が出てくるんで、それじゃプローブできませんよね。だからこのエドマン分解でちゃんとアミノ酸を決めるというのは、純度がとても良くないとできないことです。だからそれにやっぱり苦労するわけですね。今なら皆さん言ったら、混ざり物でも質量分析で OK だけど、この時代は混ざり物でダメなんですよ。かなり純度が高いものが得られないとアミノ酸配列は決まっていたんです。これ当時順番に切っていくしかなかった。というので、まあ、7年かかってやっとこさアミノ酸配列が決まったということになって、さあ次は DNA クローニングだと。だから普通これだったらワークで、ああ7年もかかってよう頑張った、よう頑張ってアミノ酸配列決めてくれた、じゃあ次 DNA クローニングしろと、普通のボスはそう言いますよね。でもそうじゃなくて沼先生方式を採用するわけですよ。
ワン君が7年間タンパクの生成しかしてない、遺伝子をプローブとかライブラリを作りにした経験がない、そいつにやらせるともたもたしてまたスピードが鈍ってしまう、そんなことをしていると余裕はない。でその彼はグループでやってるんだけど、そのグループの中で、ワン君にはここはやらせなかった、そういうことでそのグループの中で唯一漏れこの遺伝子クローリングの技術を持っていたのは、ちょうどその頃に日本から留学していた横山千恵子さんという日本人の、関西の循環器病センターから留学されたんですよね。その方が唯一そのグループでこう遺伝子クローリングしてたんで、お前やれとやらせてもらって、セルのペーパーが出たというめちゃくちゃラッキーな人で、ワン君はこれ一生懸命やったけど、この論文 JBC なんですよね。 JBC っていうのは生化学会の 学会誌ですね。割と堅調な学会誌で、すごい言うとセルとかいうの商業誌に行くんですけど、これで、まあ後でその名誉挽回とかいろいろこうしてやったらしいんですけど、単にこの彼が成長するのを待たずに早く研究が進むことを選んだということで、遺伝子のクローニングをしました。というので、それが今日のプリントの2枚目ですね。まあ、彼のラボのに研究が進んだらすごいなと、誰もしも憧れるんですよ。決して普通の人はそれをお前やめ、こっちに移すってできませんよね。うちでそんなことやったら誰も来なくなっちゃうんで、そういうのもこういうことは無理なんですよ。彼らのようなカリスマ性があるからできることなんですけど、とにかくスピードを重視で、SRE。彼ら名前には来らないんで、SRE に結合するタンパク質。というので、SREBP という名前を付けました。で、まあ、すぐに分かったことですが、一応1と2という2つ遺伝子としては違う、よく似てるんだけど違う遺伝子2つが存在するということは、まあ、後に分かります。まあ、まず SREBP1 で説明しますと、